こんにちは皆さん、今日はですねアメリカのお金について少しお話ししたいと思います。皆さんアメリカのお金はもちろん日本円じゃないことはご存知ですよね。アメリカのドルというものがあります。でそのアメリカのドルなんですけれども25セント玉というのがあります。こちらですね、この小さいお金25セントです。で25セントのことをクォーターダラーとも言うことができます。でクォーターダラーっていうと25、クォーターというのは4分の1ってことですよね。なので1ドルの4分の1の価値という意味で25セントのことをクォーターダラーということがあります。そして今日手に入れたのはこちらです。ドン10クォーターズっていう、このまあよくスーパーとかで見かけるこういう筒に入ったやつですね。でなんで僕がこの25セント、クォーターがいるかというと、自分の今住んでるこのアパートのあれ、ね、洗濯機ですね、洗濯機と乾燥機がこのクォーターしか入れれないんですよ。前までのところはちょっとハイテクでカードとかで使えたんですけど、ここはできなくて、そのカードでしたところの動画は下のリンクに貼っておきます。そして僕が今アメリカで持ってるこのチェイスという銀行に行ってきて、チェイスの説明も下に貼っておきます。そのチェイスの銀行に行って、まあ最初5ドルぐらい渡したら、10ドルからしかやってないんだよねって言われて、で10ドル分を両替してきて、こんな感じになって帰ってきました。では開けていきたいと思います。結構厳重にされてますね。開かないし、うわあ、うおー、こんな感じです。なんかもうパッと見ると数百円しかないイメージですけど、実際これで1200円ぐらいの価値があります。これで1200円ですよ、なんか見えないですよね。であとこのクォーターの面白い点がですね、この州によってクォーターのコインの柄が違うんですよ。でこれがフェデラルの中央銀行のやつで、ちょっと見えますかね、ちょっとピントが合わないかもしれないんですけど、こちらですね、この和紙みたいなやつが入ってるやつですね。そしてですね、あったこれはアーカンサス地方のコインですね。でもちろんコロラでも使うことはできます。ただ柄が違うだけです。なのでアメリカにもし来たらその柄について調べてみるのもいいかもしれないです。でこれがモンタナ州、いろいろありますね。で僕は前まではこう州に色分けしたマップを置いてそこにコインを置いてたんですけど、まあいつでも手に入る、そんなにレアじゃないんでいつでも手に入るので、このコインは別に今は取ってないです。ただパナマに行った時にパナマのクォーターというのもまたあって、でパナマは US ドルを使ってるので、でパナマのドルは多分アメリカに持ってきても使えはしないんですけど、でもこの実際大きさは一緒なので自動販売機などでは使えるのかな、まあ法律的にダメだと思うんですけど、一応論理的には使えます。はい、そんなところです。でもし皆さんアメリカへ留学や旅行されるときはクォーターコインの裏側を見てみてください。それでは。